そろだぞ。どの辺だっけ？これやろ。もうちょっと先か。もうちょっと先か。GPS 信号死んでるから分かんねえ。これなかった。この辺な気がするね。この方まで来た記憶がない。下がった記憶がない。あ、今のとこだ。だろう。うん。忘れとったこのトンネルだから、なんていうの、GPS が失われるっていうところまで。トンネル過ぎてすぐやったはずよ。どっかで U ターンを2刺す。ここに車置くしかないよね。なんだろうな。うわ。どうしよう。はい。うんこしちゃった。目的地は右側です。え、左側。はい、どうも、こんにちは。はい、こんにちは。お久しぶりのじいちゃんはん。動画越しじゃ分かんないから。まあ、いいんじゃないかな、これはこれで。久々の撮影で、今、ものすげえ緊張します。ね、大丈夫まあ、うん、なんかね、今日は、どこだったっけ、もう行くん。木の実トンネルだね。そうそう、木の実トンネル。岐阜県、江那市のトンネル、ね。江那市です。で、ここが、旧木の実トンネル。今は別使われてなくって、そうそう新しい綺麗なトンネルあるんだよね。うん、木の実トンネルっていうのが、別を、うんあるんです。別のとこにあるから。そう。でもね、これね、本当今から行くんだけどさ、マジ不気味。一応、貫通してるかどうかわかんないけど、奥まで行ければ行く感じ。その、向こう側まで。行く。行かない？わかんない。では皆さん、後日また、後日じゃねえか。また数時間後、ね。お会いしましょう。行ってきまーす。行ってきやす。さあ行くぞ。行くぞ。おっす。不気味なトンネルやな。狭いなっていうか、なんか上幅。横もだが。ほら、ちゃんと鼻近い削るでしょ。違うか。だいぶ余裕あるな。お前嘘つき。もうすぐそこに出口があるぞ。わあ。あれでもなんか道はずっと暗いままだったんだけどな。地図の。見て。本当だ、見える。はい、では皆さん。ね、今からね、行くんですよ。見えるか。見える？あれ。ね、ムイ君がさ、何百メーターもある車で行かなきゃいかんって言うけどさ。リヤカーで行けるぞ。では皆さん、今からね、何やったここ。木の実トンネルね。木の実トンネル。旧木の実トンネル。木の実トンネル。うん。旧日本坂トンネルみたいな言い方だよね、ここ。ね。ではさ、もう行くん。行こう。行こう。もう声が響いとるし。あ、自転車とかバイク通っとるやん。ほんとだ、地面に跡がある。なあ。あ、すごい綺麗な道路や。え？停車されてるじゃん。使われてないのに？うん。めっちゃ綺麗じゃん。崩落はしてるね。これで綺麗と言えるのだろうか。あ、でもなんかだいぶ明るいな。朝鮮トンネルにしよう。もう全然綺麗じゃん。暗いと思ってライト持ってきたのに。うん、結構なんか崩落はしてるけどさ。さあ、ホコリカチリカの粉末かなんかを取ってみます。つい最近されたコメントやな。うん、すごいね、車でもぶつかったんかな。上から持ち取るのこれ、違うよな。上はまだ大丈夫じゃない。いやー、皆さん本当にね、まあ普通の道路です、トンネルですね、ちょっとなんか、はい、この割れてるやつがなんかタイヤに優しくないかとは思う。
でもなんか明かりなしでも全然いけるな。全然いけるな。なんか気持ち悪さもなあんまねえし。そう。でもなんか変な声聞こえなかった。ふいくんとさ、うん、違う声が今。俺は何も聞こえてないからね。大丈夫です。あるよ。あるかい。いや、いらんなと思って、正直。眩しいね、でも。トンネル、トンネル。さっきの緊張がどこに来たの。嘘だろ。この短いトンネルで使うなよっていうシーンを追加するから。でもなんかやたら短い割には響くね、このトンネル。俺の逆よりも寒いしな。寒さは関係するぞ。これ冬絶対死ぬぞ俺。こんな県でこんなにお前寒いもん。めくれ方すごい。うわ、すごいな。これ見てください、もうねすごいんですよ、めくり。これ相当雨降ると相当川のように流れとるね、たぶん。ああ、そうか、そういうやつか。なんで雨しか来ないって言うの、何があるんだ。でもバイクは来てるんだよな、この子が来てる。あ、ドライで気をつけてよ、もう。もう一回水の中に来るんだ。なんて、なんて入ってるカメラだけで。あ、犬の里も来とるのかな、犬か。ああ、散歩コースか。散歩コースか。地元民のすごいとこ通るな。これ本当に犬か。はい、外に出ました。ふう、出た出た、終わった終わった。崩落しとるじゃん、完全に。怖。はい、皆さん、出ました。ごめんね、何もなくて。トンネルバリ響くんだよな。これ裏からも来れるんやな。ああ、一応来れる。ただむっちゃ長いよ。嘘。うん。あ、日差しが強くなってきた。なあ、何これ、ミッションクリアのなんか明るくなる系やつ。あそこ見て、完全めくれてる。フォークショルガーや。すげえ。なんだろうな。あ、そっか。でもここ、あ、びっくりした。今虫通った。うん、後ろブンブン通ってる。なんかもう全然ダメだな。で、多分今あなた忘れてるかもしれないけど、ここってさ、雨の日限定でオーブが取れるだったじゃん。うん。うわ、水がきれい、見て。おい。見て見て、すごく綺麗じゃない。ここそう、だって言ってよ、これ大雨来てる。相当の水だぞこれ、見て。トンネル見てもわかるじゃん、相当水流れるぞ、ね。昨日今日雨降ってないはずだもんね。それでこれだけチャプチャプいってんのもんね。昨日降ってない。あれ、その前降ったよ。でもこれやばいぞ、この壁から落ちてくる、これ崖から落ちる壁。映像だと暗さがマジでないんだよな。こうやって撮ってさ、地理とかあるんだろう、飛沫とか。うん。なあ、どうやって撮れへんのに、なんであるんやろな。実に面白い。さあ、ですね、ここ今来てみたんですけど、あ、ライト当たってない俺に。違う、ピントがブレてんの。今日はムイ君と久々に来てみたんですけど、まあまあ、いわばイルカ池みたいなもんです。そんな優しいイメージ湧いてこないぞ、俺の中で。ここただの涼しい、なんかホラーなトンネルって感じかな、感じなんですよ。はい、
まあ今度はまあね、書いてあった通り雨に降る日に誰が来るんやったっけ、ん、何が見えるんやったっけ、雨の日限定で、限定でそのオーブが映ったりするって、ああ、そうそうそう、五のつく日は限定ですマックスバルトイオングループやんまあ雨降った時の限定だそうです。まあ外から見や、あの木の影が人に見えるかもしれないし、こっちから見えれば人の影にも見えるし、あの木が、まあとりあえず、今度ね、皆さんにもね、絶対なんか見せれるようにここもう一回来たいと思います。ねむいいよ、うん、なんでそんな嫌な顔するんすか。距離を2時間、3時間もかかる、2時間ぐらいかかるじゃん、ここ、うん、雨の中、2時間雨の中うぜいや、雨降らんもん、トンネルの中。そう、だからなんか小雨ぐらいのいい感じの日が欲しいなって思う。土砂降りだろう、両方来たい、小雨と土砂降り。わがままだな合計4時間かかるやねえか。違う、雨の量によってだから出てくる霊のレベルが変わるかもしれん。土砂降りの方がレベルが強くなる。雨の中でってことはない、幽霊さんがたまたま雨宿りしとったとかな、か雨の日が好きとかそういうあれ。いや、たまたま散歩しとった人がここにおったのを前から見たら雨の中でシルエットがお化けに見えたとか。おー、何にもない全くな、絵がうまいんだよなこの壁のアートね。人いねえのかな。でもなんか、はい、皆さん、10分間の旅ね、うん、何年って書いてある、日村、口村、村上、おピンとこぶれる、夏だ、昭和68年、疲れたあったかいね、やっぱし、うん、外は、うん、鍵だけ回収しとかな。誰の、俺の、落としといたの、鈴の音うるさいからバカじゃない、車の中に寝るときゃいいじゃんここまで来た後に気づいたもん、あ、また鈴の音うるせえって。そう、鈴の音だけはね、俺すげえ恐怖あるんやってうん、昔お風呂入っとった時にさ、家建てて岐阜でな、うん、そしたらあの何、お風呂入っとったら家の周りをチリリンチリリンチリリンって言ってずっと 家を一周した鈴の音が聞こえて、うん、チリリンって聞こ、あの止まったら脱水場でチリリンチリリンって言ってずっと鳴ってるんやって。俺風呂出るん出れんかったでな誰がおんのっていうはめっちゃ怖えなと思ったもん俺最初はお風呂の外側に聞こえたのは確かに、チリリンが。そしたらこうやって俺風呂入ってると、うん、チリリンチリリンって後ろに行く音は分かっとるんやん、動いとるのは、うん、あ、誰かが鈴鳴らしてんなぐらいな。だけど僕んとこ、防犯石を巻いたらジャリジャリっていうはずなん、絶対にならないと、ならないね。それもチリリーンチリリーンってもう一定の、おー、うん、火の用心みたいな、あんな感じや。違う、もう火の用心カンカンって音が違うやん、たまに。あ、もうダビングしたって感覚、チリリーンチリリーンって切れたなと思ったら今度ほんと脱水場のドアの向こう側から聞こえない、完全にチリリーンチリリーン、そんで上からチリリーンチリリーンって下に降りるやん、座ってるでもしゃあないのにバッと開けたら誰もいないんやって。おー、あれはマジで俺多分風呂の中で俺脱水症状起こすかなと思ったもん大丈夫、バレないバレない、おしっこ漏らしてもバレないバレない、そうそうそう、いいよ、最後俺だけやったからあと風呂掃除して帰っていかんのあれはすごかった。